ピザの二郎系。さあ本日はボートレース浜名湖さんにやってまいりました。はい、現地に来たということでねえ、前回ボートレース生放送でやったじゃないですか、黒人さんが間違えてかけて、はい、満州券を当ててしまったというすごい映画館、どれいハプニングがあった、はい、その浜名湖さんからですね、うん、ご招待といいますか、ぜひ現地にも来てくださいということで、はい、10ラウンドから12ラウンド、うん、3レース勝負ということでですね。なるほど。さっきやってたのが10レースのスタート展示ですか。そうですね。あ、じゃあもうすぐ始まるんだ。そうなんですよ、はい、なんで僕こんなオープニングとか撮ってる場合じゃないですか、ね。はい、早速ラウンジの方ロック浜名湖さんに入りながら、はい、レースの予想を立ててみたいと思います。さあというわけで本日なんですけども、はい、番組から1万円の予算降りておりますんで、はい、まあ、これを元手に、うん、1万円で収まらなかったらもう自腹という自己責任。なるほど。僕ね今日ねその浜名湖に来るまでに、うん、バスの中3時間弱あったじゃないですか。ありましたね。もうこの3レース、うん、調べに調べ尽くしてマジっすか。マジっす。で結果、うん、やっぱ、うん、1枠強いな。なるほどね。いやこれ浜名湖のね、うん、レースライブ、うんうん、生放送見るの大好きなんですよ。すごいいい情報くれるから、いやもうこれ以外な俺もうこれ以外ないんだけど。いいっすか。1頭2が2着、3と4が3着各5000円もうこれで全部ですこれ外したら僕もう借金ですマジで当てに行こうかなと思ってて、はい、ただやっぱ夢も見たいし、はい、頭1-3、うん、真ん中2-3-4、うん、で3着2-3、うん、で全5通り、うん、各5000円2万5000円2万5000円でもいきなりじゃんこれでもう借金ですでも1回それ買えないじゃないですか。だからもう自腹で、我々にとっては一番最初のレースで、はい、勝負かけたいんです。なるほど。僕も1個だけ書いていいですか。各1枚にしていいですか、はい、ここ行きますね。はい、いや借金です。大丈夫ですか。大丈夫ですめっちゃドキドキする。3レースしかないですからね。そうなのよ。ある程度ね気持ちいい。結構そのネットで見てやること多いから、うん、そうだよね。来れたの結構すごい感動というか、玉の子ってこんな感じなんだ。音楽流れないの違和感でしかないパーパーパーパラパーパーですお願いします。進入は 1-2-3 のままかな。 1-2-3 チームですね。これで順序変わる時あるもんね。ですね。さあ 1-2-3-4 頼むぞ。僕は順当通りに来い。僕も 1-2-3-4 ですね。あ、さあ来た。あれ見てんだ。うわすげえ。さあ行け。うわ6良さそう。分かんない。どうだろう。あー、いってるいってる。大丈夫。うわ、これ1頭頼むぜ。1頭。うわ、3来てる。3来てる。ひとまず 1-2-3 っぽいっすね。うわ、ちょっとでも。いやー、ちょっと4が来てる。うわ、2頭だ。うわ、2頭。やってるわ、これ。え、ワンチャン 1-2-4 あるじゃん。1-2-4 あるけど、いや、でもここまで来たら無理っす。ここまで来たら2勝てないわ。うわマジかよ。マジか。ニヤタマ勝ってる。おじさん、え、ニヤタマ勝ってます。勝てない勝てないんだ。いや、こう2は来ないと思ってたから。こうなっちゃったらな、1絶対勝てないよな。やっぱ A1 の選手強えな。 A1 強いね。うん、
214戻りましょう、おじさん。これは悔しいわ。これは悔しい。いやちょっと11レースにかけるしかないですね。小島さん強えわ、はい、いきなり、番組の予算をオーバーしまして、すでに借金です。僕も借金です。まあでもね、最終的に笑ってればいいですからね。そうなんですよ、我々は結局ね、最終回が大事なんですよ、うん、はい、かけてたんだけどな今のレースに。悔しいな。やっぱ生放送見てるやつうめえな、みんな当ててるわ。え、マジで。うん、前回は本当1レース目からずっと楽しませてもらったから、うん、あれ最初から最後までやったんでしたっけ。やったやった。やばいね俺ら。その後俺ギャル王の動画撮りに行ったの覚えてる。あの後行ったの。あの後行きました。これ以外にある。いいっすか。はい。1頭2332 2通り各1万円クソ型。カチカチ。まあでもこれまた1頭外したら俺もうボートレース悪口言っちゃうかもしれない。悪意を持って接しますから。浜名湖11レース多いし、1頭235235 6通り、うん、各3000円。いや時間が短いな、ね、3レースしかできないのかよ。あ、間違えた、これ持ってきちゃった。ボケてた俺。これ見せて、これくださいって言おうとしてた。それ俺135のボックス買っとこうかな今。135のボックス、各3000円。行くね、行くね。あんまり僕ら今日コメント薄いじゃないですか、はい、マジでやってる。そう、本気で本気でやってんすよ。遊びでやってないっていうか俺は。そうだって2時間半かけてきたのよ、片道。それ2時間かいい思いして帰らんと。2時間半かけてきて3レースして帰るって。楽しみだな。さあ行け。2が飛んだ時用の135のボックス持ってるぞ俺。これ314とか来たら本当に。いや314とかやばいね。すいません、暴走しちゃったら314で来たら俺多分あそこ飛び込んできますわ。二度と呼ばれない。一緒だ。分からない。あ、ちょっと3、後ろ。あ、3ちょっと来た。3巻き込まれた。え、これ4頭ある。4頭ある。いや、あの人すごくない？すごくない？釣りバカ三平。釣りバカ三平。え、4頭ある。これ、マンションだ。416なんて言ったら、どえらいの来ますよ。三平変えんの俺が。三平すげえ。すごくない？やば。三平4141 4114 123 4114 123。四頭やろ。人気なくてありがたいわって言ってる。なんでこの人たち。なんなの。若林さんもすごいけど、うん、これをピンポイントで当てるこいつらが一番やばい。なんでこの人分かんの。まあちょっとでもスタートで、そうね、あんまり良くなかったけど。まあでも412だと若干大きさがあるのか。すごいすごいね。これはすごかったわ。惨敗です。紙くずとかしました。こいつがすげえな。これ当てるやついいんだ。なんで変わんの若林って。ナイスナイス若林最高。釣りバカ三平ここしかないよみたいな。店当てた。え、412。でも100円が500円になってんだから5倍になってる、うん。現在の収支発表したいと思います、はい、12レースを前にして現在マイナス43,000円。なるほど。純ちゃんは、はい、現在マイナス58,000円。
いいペースで負けてますね。いいペースで負けてますね。いやでもこれぐらいならね、まだ1レースで取り戻せますから、うん、おじさまたちはなんて言ってんの。若林に続いて石原も来るぞって言ってます。釣りバカ三平が来るな。じゃあ若手のホープっすね。25歳。僕から発表します。はい、浜名湖12レース、最終レース、現在マイナス5万8000円の俺が導き出した答えこちらです。14234123、4通り各5000円、45全4通り各2000円、21342通り各3000円。広い、合計6000円。広いな。当てました。これはそれは当てに来てるね。はい、ただ1441分かる。大石決めました。1441235、フィニッシュ。買いに行きましょう。行きましょう。1000円余りました。この1000円でピンポイントに何か刺してやろうかな。1個足していいですか。違う気がする。足すね。さらに5頭1221も。これ賢いでしょ。入金前にちょっと変えたわ。変えたんすか。はい。あーやばい。どうしよう。あーやばい。あーし、あー、1頭の234234、カチカチです。カチカチ。6通り各3000円。え、なんかいる。魚いいんだ。魚跳ねたね。え、さあ行け。あ、2位前に来てる。びっくりした。大丈夫そうっすね。いやもう虎視眈々と狙うんだね、やっぱね。うん、今2番の選手ね、相当狙ってたね。グイグイ来てましたよね。ずいぶん後ろだな、さんね。おー、あ、いや、いい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 、あるあるある。いや、これなんかカチカチくせー。いや、3頭だったらマジで終わるわ。うわ、終わった終わったっぽ、終わったっぽ。3頭、俺唯一買ってねえよ。いや、まだあるよ、まだある。いや、俺5頭でも1が来ないといけないんだよ。あ、そっか。2頭持ってない。何してんの。こんな荒れる。動画回ってなかったらめちゃくちゃ荒れてるね。俺こんなに荒れる。俺2134しか持ってない。3頭、326。いや、買えるか、そんなの。かんねえわ。いや、これは買えないよ。これめっちゃつくんじゃない。乾杯です。結果発表。結果発表。まずは大石正義から。はい。マイナス61,000円。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけ楽しくて、うん、マイナス61,000円は実質勝ちです。うん、そうですね、うん。なんかこのラウンジを61,000円で借りたと思ったら、もう安いもんですよ。本当に勝ちです。うん、じゃ、純ちゃんの方、収支の方で僕、発表します。はい、僕、マイナス96,000円。よいしょ。ちょい負けです。だからちょい負けだよね。6万円がプラマイゼロだから、まあ、実際マイナス36,000円ぐらい負け、うん、ですね。もうね、バグり始めた。いや、でも最後ちょっとでもそう ね欲張って、いっぱい買っちゃった、うん、まあ、こればっかりはもうしょうがないですね、うん、確かに選手が頑張ったということで、はい、でもまあこういうのもボートレースの面白さなのかなと思いつつ、うん、はい、というわけでピザラジチーム、今回ボートレース浜名湖の結果は、まあ、マイナス収支になりましたけども、ここでも素晴らしい、ここって普通に入れるんですか。目撃情報が出ちゃうな。来てたぞ。素晴らしいね、楽しかったです、マジで、はい、はい、
ボートレース浜名湖では11月4日金曜日から G1 浜名湖賞開設69周年記念を開催します。さらに G1 浜名湖賞の開催を記念して G1 浜名湖賞電話投票プレミアムキャンペーンを開催中。期間中にテレボートで船券を5000円以上ご購入の方にうなぎやメロンなど静岡浜名湖の特産品プレゼントやボーナスキャッシュバックが当たるチャンス。動画概要欄にテレボートの登録フォームと G1 浜名湖賞電話投票プレミアムキャンペーンの応募フォームがありますので、気になる方はぜひチェックしてください。チェックしてください。え、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。食べていいですか。はい、うまっ。浜名湖のうなぎや。静岡ってうなぎ名産ですか。名産。